ジパングニュースの時間です。社会学者の古市憲寿氏が31日に放送されたフジテレビの衆院選開票特番ライブ選挙サンデーに出演し、令和新選組の山本太郎代表にワクチン打ってますかと質問したことについて波紋を呼んでいます。山本氏は大阪政府知事の橋下徹氏と約4分にわたって議論。その後、古市氏が一つだけ聞かせてください。本来、個人情報なので聞きたくないですが、政治家なのであえてお聞きしますと前置きし、ワクチン打ちましたか?と質問しました。山本氏は、私自身は打ってないですと回答。古市氏は、なんでですか?と聞くと、打つ人、打たない人の権限はそれぞれに委ねられるべきです。一番やらなきゃいけないことは、ワクチンによる影響をしっかり厚労省が表に出さなければならない、守られなければならない、打つ人も打たない人も、と回答。その後も言葉を続けようとしたが時間切れとなり打ち切られました。このニュースによるネットの反応は、この質問は山本氏だけに聞かず、政治家や厚生労働省の職員全員に聞けばいい。製薬会社の社員とかマスコミ関係の人にも聞いてみたい。打ってないことを責める段取りだったように思う。接種が法律で義務化されているわけではないのに、あのような言い方の質問はありえない。これに関しては山本太郎よく言ったと思った。なぜ、古市氏は、他の議員に聞かなかったのに、山本太郎氏だけにテレビで聞くのか、その理由こそ知りたい。国会議員の全員に質問しないとおかしい。これ台本見ながら古市が言ってた感じなんだよね。橋本は、唐突に、山本を、詐欺師呼ばわりして、まともに、反論の時間すら与えなかった。これは、ワクチンを接種していないのを知ってて質問している。ワクチン推奨のテレビ局としては、影響力ある山本のワクチン非接種は、非常に都合悪い情報だからね。正々堂々と打っていないといい、その説明を仕掛けていた山本太郎の話の続きが聞きたかった。アナウンサーの力を使って、言論封殺を行うテレビ局は、終わっていると思う。古市さんは、他のテレビ出演者ではできないタブーな質問をよくしてくれたと思う。メディアで議員が打ってないことを正々堂々と発言したいには大きいと思う。実際、他の議員も打ってないのではないか。この質問は、打った人にすればそんなこと聞くなよ。打ってない人にすればよくぞ聞いてくれた。それに尽きると思う。ニュースは以上です。よろしければ、皆様の意見をお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をお願いいたします。